さあ今週の西ラジ宛てにリクエストいただいたんですが、金曜日にかけますねというお約束だったので、ここで一曲お送りします。お団子ママさんからのリクエスト、イルカで雨の物語。お送りした曲はお団子ママさんからいただいたリクエスト、イルカで雨の物語でした。ここで荒磯ふれあいセンター絵手紙教室とタコ作り教室のお知らせです。はじめに絵手紙教室です。開催日は6月26日水曜日午後2時から午後4時まで、定員は20名で申し込み先着順です。参加料は700円です。当日は水彩絵の具セットをご持参ください。続いてタコ作り教室です。開催日は6月29日土曜日午後1時30分から午後4時まで、親子を対象とし、一人でも小学生以上であれば参加いただけます。定員は20名程度、参加料は500円です。内容は小学生も簡単に作れるダイヤダコの作成とタコ揚げです。相模の大ダコ揚げは相模原市に古代から伝わる伝統行事であり、江戸時代後期天保年間から続いています。両教室とも申し込みは直接窓口または電話にてお願いします。荒磯ふれあいセンター、電話番号046-255-1311 046-255-1311
1311までお願いします。アライソふれあいセンター絵手紙教室とタコ作り教室のお知らせでした。さあ今日のメッセージテーマは意表をつかれたことというねテーマです。メッセージご紹介しましょう。白川牛乳さんからいただきました。私はパグを飼っています。本当に無駄に元気、ドッグランに話してやると飼い主を置いてどこまでも走っていきます。そんな彼、朝も早くから散歩をせがんできます。お日様が昇ると踏みつけ、ひっかき、雨がみし、もう激しいです。先日いつものように散歩の催促をしてきたのですが、目を狙ってきました。意表をつかれた僕はとっさにかわしましたが、さすがにまぶたをすり切ってしまいました。その後パグはどうなったか皆さんお分かりでしょねえ、お仕置きがあったのかなでもすごい激しいんですね、本当にね。もうそれだけお散歩が大好きで、早く連れてってよっていうことで引っかいたりとか踏みつけたりとか甘がみしたりとか。目を狙うのはでもちょっと怖いですよね、さすがにね。そんな元気なワンちゃんを飼っているというね、白川牛乳さん、メッセージありがとうございます。さあそれから雪中庵さんからもいただいています。意表をつかれたことというと、南太平洋のガダルカナル島の最高峰ポポマニ州に日本人初登頂した時のことです。ガイドに雇った麓の村人とともに、4日間ジャングルをくぐり抜けてやっと山頂にたどり着くと、急に光が差して爽やかな風が吹き渡りました。なんと鬱蒼としたジャングルの果てに奥行き数キロの広大な湿原が広がっていたのです。点在する池の間にはシャクナゲが赤い花をつけ、日本庭園のような美しさでした。まさかね、そんなところにそんな大きあの広大な湿原があるとは思っていない中でのこういう景色っていうのはやっぱり意表をつかれて驚きますね。なんかでも頑張って登った、ね、甲斐があったからこう見られた素敵な景色っていうことで、なんか自分へのご褒美になったのかもしれないですよね。雪中庵さん、メッセージありがとうございます。さあそれからカズくんからもいただいています。意表をつかれたことはウエストボックスファミリーと出会ったことです。路上ライブでイソッチに会って町田のウエストボックスに出会ったのが意表をつかれたことかなというね、メッセージありがとうございます。まあね、きっかけはイソッチから、イソッチに出会ったことでウエストボックスを知っていただいてね、それからいろんなアーティストのライブに来ていただいたりとか、ミュージックボックス、ラジオのね公開収録にもいっぱい足を運んでいただきましたもんね。いい意表の意表をつかれた、いいことでしたね、これに関してはね。カズくんもメッセージありがとうございます。またねウエストボックス遊びに来てください、お待ちしています。さあということで今日のテーマは意表をつかれたことです。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスでも受け付けています。ファックス番号は 042-776-0839 042-776-0839 です。ぜひあなたの意表をつかれたこと番組まで教えてください。まだまだメッセージお待ちしています。
時刻は5時45分を回りました。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに中央道上り方面へ向かう車、調布付近で5キロの渋滞。その他一般道は国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入口で2キロ、大野台で1キロ、宇野森で1キロ、東名入り口では両方向とも2キロずつ。その他八王子方面へ向かう車、相模大野で1キロ、橋本駅南入り口で1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道246号線、伊勢原方面へ向かう車、厚木市文化会館前で1キロの渋滞。国道129号線八王子方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロ、橋本五差路で1キロ、厚木方面は山際で1キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、時和で1キロ、佐塚で1キロ、金森で2キロ、相原方面は佐塚で1キロ、時和で1キロの渋滞です。続いて県道座間大和線、小松原では両方向とも1キロずつ。その他相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞です。鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で2キロの渋滞。行幸道路町田方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ、相模大野で1キロ、厚木方面は小田急相模原で1キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞。村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞です。おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時ごろお伝えします。FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。さあ、今日のメッセージテーマは意表をつかれたこと、千田高さんからいただきました。ありがとうございます。数年前、別なお話で商工会議所の担当の方が来られた時に、労働基準監督署から何か封書が届いていませんかと聞かれ、はぁと聞くと、自分が知らなかっただけなのですが、雇用者を雇った時点で労災や雇用保険をかけないとならないんですよねと、そういう雇用関係のことは全く知らなかった自分、まさに意表をつかれました。それからというもの、職業安定所へ行き、労働監督署の方に来てもらい、なんとか申請を済ませ、あと継いだはいいのですが、何も知らず勉強不足だった自分、反省しかりでございます。今も
今年度分の労災保険と雇用保険の申請書類を書いておりますということで、まあお父様からね継いでのお仕事ということで、やっぱりねそのなんだろう、自分の知らないことっていうのはありますよね。知らなかったっていうことです。でそこで初めてね知ることができたということですもんね。その封書っていうのはお父さんのところで止まっていたということなんですけれども、まあ、それをきっかけに自分でもねきっとご自身で、申請とかをねされるようになったということなんですけれども、やっぱりなんか、まあ、新しい仕事だったりとか慣れない仕事とかをしているともう意表をつかれるようなことばっかりですよね。そうなんだそうなんだみたいな感じで、初めのうちは本当に勉強ばっかりですよね。さあそんなちたたかさんね、バリのお土産ありがとうございました。実はまだ恐ろしくてもったいなくて食べておりません。お金がなくなりおかずが買えなくなったら家族で美味しくいただこうと思います。それまでは神棚に早く食べてくださいね。ね、すぐに悪くなるようなものではないですけれども、はい、まあ、ちょっとね辛いので覚悟をしてというか、でも辛いの好きな方にはもう本当に美味しくいただけると思いますし、辛いのが苦手な方はね私みたいにちょっと辛いソースを少し加減して減らしてみたりすると、まあ、自分の好みの辛さで食べられるかと思います。ちたたかさんね、ぜひ召し上がってくださいね。メッセージありがとうございます。さあそれから会津大好きさんからもいただいています。最近は意表をつかれることも少なくなったような気がします。昔はいろいろとびっくりするようなことも多かったのですが、そしていつも視聴しているユースト番組でのことです。先日のそのライブ番組でいつもならば最後から2番目に歌う方がすごい早い時間帯に歌い終わってしまったことに意表をつかれました。いつもはその方の歌を少し前から聞いていて余裕を持ってその方のステージを聴けるのですが、番組を視聴し始めたらいきなり歌い終わるところでびっくりでした。まあ最後の最後にアンコールステージがあったんで歌を聴くことはできたんですけどね、ということで、これは毎週水曜日に町田ウエストボックスというねライブハウスでアコステという飛び入りライブイベントを開催しているんですけれども、それにね私も出演していて、まあMC として、まあ、司会進行をしながら自分もね出演させてもらっているそんなイベントなんですけれども、まあ、飛び入りライブなのでね何人ミュージシャンが集まってくれるか参加してくれるかっていうのはその当日になってみないとわからなくて、でなんかいつもね最後の方に歌うっていう感じで今までは来てたんですけれども、まあなんか早い時間ももうちょっと盛り上げていきたいなということで、これからはちょっと早い時間に歌うっていうこともあるかもしれません。ぜひぜひ、チェックしてねいただきたいなと思います。さあ会津大好きさんもメッセージありがとうございました。まだまだ皆さんからの意表をつかれたことをお待ちしています。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。こちらの方までお寄せください。さあこの後は毎回皆さんの身近な情報をお届けしている相模原インフォメーションをお送りします。
時刻は夕方6時を回りました。改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、ユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング。この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに中央道上り方面へ向かう車、調布付近で5キロの渋滞。その他一般道は津久井街道、相模湖方面へ向かう車、谷ヶ原浄水場前で1キロの渋滞。国道16号線、横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、大野台で1キロ、東名入り口では両方向とも2キロずつ。その他八王子方面へ向かう車、相模大野で1キロ、橋本御佐路で1キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で1キロ、伊勢原方面は市立病院前で1キロの渋滞です。国道129号線八王子方面へ向かう車、橋本御佐路で1キロの渋滞。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で2キロ、相原方面は佐塚で1キロ、時和で2キロの渋滞です。県道座間大和線小松原では横浜中心部へ向かう車が1キロ、相模原方面へ向かう車が2キロの渋滞。鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で2キロの渋滞。世田谷通り相模原方面へ向かう車、大倉で1キロの渋滞です。行幸道路町田方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞。北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞です。おしまいに村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。相模原の今夜は雨でしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 80% となっています。続いて相模原の明日は曇り時々晴れ、明け方までは雨、ところにより夕方からは雷を伴うでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時までは 50%、 午前中は 20%、お昼から夜までは 30% となっています。明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の最高気温は27度の予想です。明日は今日よりもまたね、気温が上がって暑い一日になりそうです。以上、天気予報でした。次の交通情報は6時15分ごろお伝えします。
さあ今日の金曜ハミング、メッセージテーマは意表をつかれたことです。メッセージご紹介しましょう。中里秀明さん、ありがとうございます。近所の知り合いにこんにちはと挨拶しました。するとそばにいた猫が慌てて挨拶を返してくれました。にゃんにゃちはなんて感じでね。猫もいきなり意表をつかれてびっくりしたようです。かわいいですね。なんか絵が浮かびますよね。猫もこんにちはっていう感じでね、泣いてくれたんですね。メッセージありがとうございました。さあ今日のメッセージテーマ、意表をつかれたこと、まだまだお待ちしています。メールの方は 839@fmsagami.co.jp、 ファックスは 042-776-0839 です。雨が続いているので、せめて晴れ間が似合う曲をということでリクエストいただきました。白川牛乳さんからいただいたリクエスト、クラムボンでサラウンド。
送りした曲は白川牛乳さんからいただいたリクエスト、クラムボンでサラウンドでした。さあ続けては水玉スニーカーさんからいただいたリクエストです。ナオトインティライミで恋する季節。お送りした曲はえ水玉スニーカーさんからいただいたリクエスト、ナオトインティライミで恋する季節でした。時刻は6時16分30秒を回っています。
ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに中央道上り方面へ向かう車、調布付近で7キロの渋滞。その他一般道は津久井街道、相模湖方面へ向かう車、谷ヶ原浄水場前で1キロの渋滞。国道16号線、横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、仙新で1キロ、大野台で1キロ、東名入り口で2キロ。八王子方面へ向かう車は、東名入り口で1キロ、相模大野で1キロ、橋本御佐路で1キロの渋滞です。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で1キロ、伊勢原方面は市立病院前で1キロの渋滞です。国道129号線、八王子方面へ向かう車、佐久の口で2キロ、反対厚木方面は山際で1キロの渋滞です。町田街道、横浜方面へ向かう車、中央橋北で1キロ、金森で2キロ、相原方面は佐塚で2キロの渋滞です。続いて県道座間大和線、横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ、相模原方面へ向かう車は小松原で1キロの渋滞です。鶴川街道、鶴川方面へ向かう車、朝日町で1キロ、相模原方面は金井入り口で1キロの渋滞です。漁港道路、町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ、総武台団地入り口で1キロ、厚木方面は総武台前で1キロの渋滞です。北里通り、国道16号方面へ向かう車、浅溝台入り口で1キロの渋滞。村富線、矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞です。県道相模原相川線、横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロの渋滞。おしまいに県道相模原立川線、相川方面へ向かう車、小山で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。京王線は17時49分ごろ、芦花公園駅での人身事故の影響で運転を見合わせています。京王線は17時49分ごろ、芦花公園駅での人身事故の影響で運転を見合わせています。ご利用の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時30分ごろお伝えします。ここでリクエストいただいた曲をお届けしましょう。ザカさんからいただいたリクエスト、さだまさしで雨宿り。
送りした曲はさ、ザカさんからいただいたリクエスト、さだまさしで雨宿りでした。さあ続けてお送りする曲はモロッピーさんからいただいたリクエストです。小田和正で風の坂道。お送りした曲はモロッピーさんからいただいたリクエスト、小田和正で風の坂道でした。 CM の後はこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。
時刻は6時30分30秒を回っています。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。ここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに中央道上り方面へ向かう車、調布付近で5キロの渋滞。その他一般道は国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、静清で2キロ、大野台で1キロ、東名入り口では両方向とも1キロずつ。その他、八王子方面へ向かう車、相模大野で1キロ、相模原警察署前で1キロ、橋本御佐路で1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上河井で1キロの渋滞。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で2キロ、東原で1キロ、伊勢原方面は市立病院前で人身事故の影響で1キロ、厚木市文化会館前でも1キロの渋滞です。国道129号線、八王子方面へ向かう車、橋本御佐路で2キロ、厚木方面は山際で1キロの渋滞です。町田街道、横浜方面へ向かう車、佐塚で1キロ、金森で2キロ、相原方面は佐塚で1キロ、時和で1キロ、相原で1キロの渋滞です。県道座間大和線、横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ、相模原方面は小松原で1キロの渋滞です。鶴川街道、相模原方面へ向かう車、金井入り口で2キロの渋滞。漁港道路、町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ、総武台団地入り口で1キロ、相模大野で1キロの渋滞。北里通り、国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞です。村富線、矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘で2キロの渋滞。県道相模原相川線、横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロの渋滞です。おしまいに県道相模原立川線、相川方面へ向かう車、小山で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。京王線は17時49分ごろ、芦花公園駅での人身事故の影響で運転を見合わせています。京王線は17時49分ごろ、芦花公園駅での人身事故の影響で運転を見合わせています。ご利用の方はご注意ください。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。相模原の今夜は雨でしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 80% となっています。続いて相模原の明日は曇り時々晴れ、明け方までは雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時までは 50%、 午前中は 20%、お昼から夜までは 30% となっています。明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の最高気温は27度の予想です。今日よりもだいぶ気温の方が上がって暑くなりそうです。体調管理にはお気をつけください。以上、天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分ごろお伝えします。CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。
ここでこの時間のニュースをお伝えします。台風4号は今日午前、九州の西の海上で温帯低気圧に変わりましたが、各地で大雨による被害が出ています。降り始めからの雨が200ミリ前後に達した香川県丸亀市では、昨日夕方、増水した用水路に85歳の男性が転落し死亡しました。一方、静岡市内の南アルプスの沢に渓流釣りに出かけたまま行方不明になっていた男性4人は今日発見され、このうち1人の死亡が確認されました。与野党6党が共同で提出したいじめの防止や対応の仕組みなどを定める法律が今日参議院本会議で可決され成立しました。いじめ防止対策推進法では、児童などはいじめを行ってはならないといじめの禁止を掲げ、インターネットを通じたいじめへの対策なども盛り込まれています。各学校ではいじめ対策のための組織を校内に設置して普段から対応に当たるほか、命に関わるような重大事態については教育委員会などが調査を実施します。調査結果などの情報を被害児童や保護者に開示することも盛り込まれ、調査が不十分な場合には自治体の長が第三者機関などを設けて再調査できるとしています。法律は9月下旬に施行され、文部科学省ではガイドラインの策定を進める方針です。一方、衆議院の小選挙区の区割りを見直す法案に関しては与野党で話し合いがつかず、参議院で審議入りすらできないままで週明けに衆議院で再可決され成立する見通しとなりました。衆議院の小選挙区をゼロ増5減して区割りを見直す法案は参議院に送られてから今日で60日が経過し、憲法の規定で参議院が否決したとみなすことができる期限を迎えましたが、区割り法案については与野党の対立が続き、参議院の特別委員会でいまだに審議入りすらできないままで、参議院本会議で採決するめども立っていません。自民党と公明党は今月26日に国会の会期末が迫る中、法案の成立を遅らせることはできないとして、週明けの24日に衆議院本会議を開き、3分の2以上の賛成多数で再可決して成立させる方針を固めました。また自民党と公明党は、平田参議院議長が今日の参議院本会議で区割り法案の採決を行わなかったことは不適切だとして、平田議長の不信任決議案を提出しています。アメリカの国務次官補に任命された NSC 国家安全保障会議のラッセル上級部長が議会の公聴会に出席し、領土問題などで中国が威圧に出ることに強く反対すると発言しました。アメリカ国務省東アジア太平洋担当の次官補として承認を受けるため、上院の公聴会に出席したダニエル・ラッセル氏は、尖閣諸島や南シナ海における関係国、特に中国の動きを注視するとし、いかなる威圧にも反対すると発言しました。そして次官補に就任した後は、中国が繁栄できるのは法の支配や近隣国への敬意が土壌となる地域だけだと警告し続けると明言しました。またラッセル氏は NSC 国家安全保障会議の幹部として北朝鮮を訪問していたことを認めました。訪朝した時期については明らかにしませんでしたが、北朝鮮について実在しない脅威に対し役に立たない軍事開発を追求していると非難しました。おしまいに株と円の動きです。今日の東京株式市場の平均株価終値は、昨日より215円ほど高い13,230円13銭でした。一方、東京外国為替市場の円相場は、昨日より14銭円高ドル安の1ドル97円96銭から98銭で大方の取引を終えました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
さあ今日の金曜ハミングメッセージテーマは意表をつかれたことです。先ほどねリクエストもくださった水玉スニーカーさん、メッセージも書いてきてくださっています。香里さん、こんにちは。こんにちは。涼しい日なので今本棚を片付けながら聞いていますよ。あ、いいですね。暑くなるとね、片付けとかもやっぱやりづらくなるから、今のうちにね、やるとなんかすっきりした気持ちでね、夏を迎えられそうですね。意表をつかれたことですが、今年の4月1日のエイプリルフールに、川崎に住む娘に、今あなたの家の近くに友人と来てるんだけど、もうすぐ着くのでと脅かし、嘘メールをしたら、すぐ返事メールが来て、お母さんそれどころじゃないのよ、スノーボードで骨折して今仕事休んでいるのと送られてきました。私は血の気が引いていくのを感じて、本当に川崎まで行かなきゃと思っていたら、なんと嘘メール、私の方がまんまとやられてしまいました。すごいですね。親子で嘘メールを送り合う、これなかなかないんじゃないですか。普段からなんかこうエイプリルフールにはやっぱり嘘をつく習慣とかができていたりするから、こういうことが起こるんですかね。香里さんはエイプリルフール嘘をついたことありますか、ということなんですけど、なんか私はね、こう気の利いた嘘とか、なんでしょうね、思いつかなくって、いつも考えているうちになんか一日終わっちゃうっていう感じですね。私が多分母にこういった嘘のメールとかを送ったら、本当になんか信じちゃって、なんかシャレで終わらなそうな気がして、なんか怖くて送れないですね。なんかだからこういう親子関係っていうのはなんかね、仲が良くていいなぁなんて思いました。メッセージありがとうございます。さあ、まだまだねメッセージいただいています。白ポロさんからもいただいています。試合での選手入場シーンです。ダンサーに紛れて入場する人、アニメのコスプレをする人、選手と同じ試合コスチュームで入場した人の後に本人登場など、いい意味で意表をつかれました。あー、こういうのは結構あるかもしれないですね。まあ、海外のなんかスポーツだったりとかね、あのなんて言うんだろう、そのスポーツによってもね、入場の仕方っていうのはいろいろ工夫を凝らしていたりするので、見ていて楽しいですよね。白ポロさん、メッセージありがとうございました。時刻は6時45分を回りました。ここで今日最後の交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、水深で1キロ、東名入り口で1キロ、八王子方面へ向かう車は東名入り口で2キロ、相模大野で1キロ、相模原警察署前で1キロ、橋本御佐路で1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、国道246号線渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で2キロ、東原で1キロ、伊勢原方面は厚木市文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線八王子方面へ向かう車、橋本御佐路で2キロ、厚木方面は山際で1キロの渋滞です。町田街道相原方面へ向かう車、佐塚で2キロ、時和で1キロの渋滞、県道座間大和線相模原方面へ向かう車、小松原で2キロの渋滞、鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で2キロの渋滞です。行幸道路町田方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ、厚木方面は総武台前で1キロの渋滞、北里通り国道16号方面へ向かう車、浅溝台入り口で1キロの渋
村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘で1キロの渋滞です。県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上田名で1キロの渋滞。おしまいに県道相模原立川線相川方面へ向かう車、小山で2キロの渋滞となっています。さあ、外はすっかりと暗くなっています。ドライバーの皆さん、車のライトをしっかりとつけて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。京王線は17時49分ごろ、芦花公園駅構内での人身事故のため、京王線新宿つつじが丘駅間で運転を見合わせています。現在京王線新宿つつじが丘駅間で運転を見合わせています。また運転再開は19時ごろの見込みということです。ご利用の方はご注意ください。以上、今日最後の交通情報をお伝えしました。さあ、今日のメッセージテーマは意表をつかれたことということで、メッセージご紹介しましょう。ザカさんです。ありがとうございます。私の場合、地方などで安くてお世辞にも綺麗とは言えないお店の料理がものすごく美味しかった時、ですね。人間は目から食欲を感じると言いますから、そういうところで意表をつかれると嬉しいですよね。確かに見た目ね、大丈夫かなこのお店、人もそんなに入っていないしっていうところに限って美味しかったりすると、それはやっぱり意表をつかれますね。夕方4時からお送りしてきました、 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、そろそろお別れの時間です。さあ、メッセージご紹介していきますね。意表をつかれたこと、萩野谷実さん、ありがとうございます。一昨年の春にいつものお目当ての女優さんの舞台に出かけたんです。チケットに上乗せをして払うと、終演後に出演者との懇談会に出席できるというバックステージパスっていうんですかね、それをゲットして気合い入れて楽しみにしていたんです。ところが、確かにお目当ての女優さんたちはメインではなかったんですけど、懇談会にはまさかの不在で、本人たちは普通にロビーで歓談中。そもそもバックステージパスを入手していたのも僕と一緒だった3人だけでした。うわ、やっちゃったと思ったんですけど、メインの俳優女優さんがお相手していただいたので、それはそれで贅沢な時間でしたね。確かにお目当ての女優さんがいなかった、これは意表をつかれますね。さあ、それから大通りヘップバーンさん、うちのかみさんの言動には時々意表をつかれます。最近では今日は暑いから夕飯は何かさっぱりしたものが食べたいねっていうので、そばとか冷やし中華かなと思ってみると、ピザもいいなとか言い出します。予想もつかない回答が。確かにね、
これは意表を突かれますね。さあ、ムツゴロウさん、ファーストフード店が初めて近所にできて、姉がアップルパイを買ってきました。初めて見た僕は温かいリンゴなんて絶対美味しくないと思ったら意表をつく美味しさ、それ以来よく食べました。こういう食べ物の意表をつかれるっていうのもありますね。さあ、ミスター GK さん、先日同じリスナー仲間の卒業した職業訓練校の農会で伊勢原まで行ってきました。農会というのは、卒業生が集まって飲んだり食べたり、同窓会のようなものなんですが、その仲間に連れて行ってもらったんですが、その時偶然その一人の卒業生に会ったんです。その人というのはなんと今年入ってきたばかりの職場の後輩だったんです。意外なところで意外な人に会うっていうのもありますね。さあ、それからモロピーさん、意表をつかれたことといえば、カオリンの声を初めて聞いたとき、なんて綺麗な声だろうってね。ありがとうございます。嬉しいですね、そういうことはね。それから小田子ママさん、ファックスありがとうございます。嘘、私は小さい嘘はちょこちょこついています。嘘も方便でも、ヒゲパパは嘘は大嫌いですということで、バレなければいいのえへへとかって書いてありますけど、ね、まあ確かにバレなきゃ、嘘にならないと言いますけれどもね。はい、まあでもお団子ママさんのところもね、仲のいいメッセージいつもくださっているので、今日もね、可愛らしいイラスト入りのメッセージありがとうございました。さあ、そして今日もね、たくさんの皆さんメッセージありがとうございました。読んでいてね、とても楽しいものばかりでした。さあ、今夜10時からのミュージックボックスは3週目なので、ミュージコさんが担当しています。ミュージックボックスもお楽しみください。そしてこの後は東京町田インフォメーションお送りします。ここまでのお相手は古谷香織でした。素敵な週末お過ごしください。
古谷香織のキンフあユーストハミングちょっと短めバージョンでーす。間違えたな。こちら金曜ハミングって言ったな。皆さん今日も3時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。生放送が終わりまして、無事に終わりましたね。はい、ここからはユーストリーム限定配信のユーストハミングです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私が古谷香織です。私が西健二です。最後までよろしくどうぞ。嘘です。8時半にはあの撤収をするの で、 そうですね、スタジオを、まあ、はい、別の収録があってここを使うので。そうなんですよ。8時半リミットです。そうですね。だから8時20分には終わって、そうだね、片付けして、夜間飛行かけて星3つ流して、そうだね、それの時間を考えとかないといけない。 ね、 そうするとちょうどいい感じかもしれないですね。はい、そんな感じで一つよろしくお願いします。はい、そういうね、へのへのさんね、ん、交通情報とかね、そんなちょっともう何時間前の話、4時間前の話とか持ち出さないのよ。そうやって4時間も前か3時間前か3時間前3時間前だね。ねえね、ドア玉でしたからね。ああいう時ってあるんですよ。まだちょっとこう口が動いてなかったね。そうね、きっとね、いつもね、滑舌の練習をいつもねきちんとしてるんですけど、香りは始める前には。それでもああいうことってあるんですよね。ね、工房も筆の誤りっていうんですか、さらに木から落ちるというか、あるんです、そういうこともあるんです、あるんですね。いいんです。交通情報って言いたかったすいませんでした。神奈川中央交通が走っている路線ですから、うん、この辺は主にね、うん、そこの、幹線道路などの交通情報をお送りします、うん、略して交通情報って言うんですね。そうなの。そうなんです。そうなんです、です。今週はでも、ね、こんばんは皆さん。ずいぶん雨が、うん、今降っててね。ね、強くはないみたいですけど。いや、結構降ってるよ。あ、本当？うん、さっき外に出たらそこそこ降っておりました、ね、結構ね、場所によってはすごい降ったところがあって被害なんかも出てるんでね。明日の天気いいみたいですけどね、うん、地盤も緩くなってきているところとかはね、土砂災害とかに、ね、気をつけないといけないですね。ね、地盤が緩い人は気をつけてください。人はって地盤が緩めの方はどうぞお気をつけになって過ごしていただきたいと思います。昨日はちょっとまたお休みだったんですけどね、はい、突然できたお休みだったんですけど、水木のレコーディングがなくなったので。ああ、西さんがね。そうそうそう、それを生か、そういう隙を生かしていろいろ溜まってる仕事をね、うん、片付ける。偉いね俺は。急に休みができたからといって休まないね。休めばいいのにね。たまにはね。今朝までね頑張ったしね、うん、香織もちょっと昨日はちょっとそれに付き合ってもらったりなんかしてね。はい、それも別に仕事ってわけでもないんですけど、うん、なんかやろう、西さんのやろうかなに巻き込まれた感じね、またね。よくあることです。よくあることです。そんなこんなしてます、はい、今朝までちょっと頑張ってたんで。お疲れ様でした、ね、眠くないですか。眠いんだよね、なんだかね、それがね。もういつもそんなこと言ってないですか。金曜ハミングやる気あるんですか。何何この、あれ、どうしたんですか。返事待ち。あ、もじもじしてみた。もじもじしてもじもじしてんじゃないですよ。はい、何チェック、チェック、マシンチェック。今日もマシンは絶好調。マシンチェックで私もチェックしとこう。マシンチェックしとこうぜ。そっちの方が、そっちの方が新しいからね。俺のがこの電池のところセロテープで止めてるやつだから。うん、よしね。
今週はもうすでにあの数字を決めてありました。はい、また私が決めましたよ、ね、今週はあの皆さんのチャンスですよ。私が決めると当たりやすいっていうなんか、ね、なんででしょうね。不思議とカオリンが出すときには当たるっていう、これはもうジンクスっていうかなんかね、最近定番になってきたよね。ね、だから私いいんですか、私が決めてもって言って、当たっても来ないでくださいねって言ったから、当たっても怒られないって、ね、いや、でもこれが当たったらすごいと思いますよ、うん、ヒントはないです。もうヒントは一切出さないですね。だってあのカオリンがあの無謀なヒントを出した時のやつは別よ。顔に書いてありますか？ない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 。青鬼さんの数字とかそういうヒントも今日はなし。なし。こっそりもなし。なし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 。皆さん頑張って。ね、頑張っていただいて。3桁の数字だからね。今日はあの昨日だっけ。ここのところあの毎回さ、毎週毎週こうやって金曜ハミングやってると、うん、大体他の番組なんかだと番組が終わった後にスタッフでこう集まってミーティングして、うん、今日良くなかったところとか良かったところとかでメールが何通来ましたとかね、うん、あとこのメールの紹介はこうやった方が良かったんじゃないかとかいろいろ反省会をしたりとかして、でそれで来週のテーマは何にしましょうかとかね、1ヶ月先までこうベーシックなのを決めておいて、それで実際当日あのそれがそのまま決定っていうわけじゃなくてさ、前日とかになんか大きいニュースがあったり、うん、なんか意外と天気があの台風が来たとかね、そういうことで状況でまた変わったりしますから、それがラジオのね生の面白さなので、でいろいろこうテーマが変わったりするんですけれども、なんせこの番組と西ラジに関してはあのスタッフ2名っていうね、以上以上スタッフ出演者ともに2名っていう非常にキツキツな感じでやっているの で、ね、ちょっとこう相談したくて、ねえ兄さんちょっと相談してもいいですか、ダメって言われたらもう終了。作戦会議も何もね、何もねないんですもんね。ないんですよね。そうですよね。ここのところはでもあのテーマ何にしようかなんていうね話して、あそうそうそう、ちょっと兄さんのアドバイスをいただきながらもうね煮詰まっちゃって、うんね、自分でずっと何年も考えてきて、煮詰まったのはあのすごい分かったのはなんかあの言い方が変わったっていうね。言い方、うん、なんだっけ、なんつってたんだっけ、この間言い方次第でなんか変わってた、忘れ物とか、あそう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 、なんか前はあの忘れ物に関するエピソードをお待ちしてますっていうのが、うん、あの今回のメッセージテーマは忘れたですとか、まあそれ言い方一つやん今日お前の。忘れ物はほら物に限定しちゃうけど、忘れただったらいろいろね、物以外に記憶とかもねあるし、ちょっとこう広くなるかなと思ってね。最近もうあのよっぽど煮詰まってるんだなと思ってそれ聞いて、なんか一応ですね過去、うん、何年分かのテーマを全部こう記録してあって、うん、それを見ながら、はいはいはい、最近は3年前だったらいいかなとかこれしばらくやってないからこれちょっともう一回やってもいいかなとかいうのはどうしてもそうなるよね。そういう時になんかそのままっていうのはちょっとあれだなと思って、言い方を変えてみる、言い方を変えニュアンスをちょっと変えるとかね。で今回は、ね、オープニングトーク非常に聞いててすごい面白かったんだけど、今回は、うん、なんかないですかねっつってて、まあ、雨ってのももうね梅雨のやつとか雨のやつとかも随分やっちゃったしねっつってね、何がいいかな、今日は何の日かなみたいので調べてみたりしたら、本能寺の変っていうのが出てきてね、はい、明日本能寺の変があった日らしいよっつって、うん、じゃあ今回のメッセージテーマは皆様の裏切り。最初はね裏切りとか裏切られたこととかっていうのはどうって言われたんだけど、それおもろいやっつって、裏切られたことで明るいの来るかなみたいな、あんまりずっと BGM がね、うん、チャランチャランチャランみたいに。
あんまりドロドロ系になっちゃったらなんかコメントしにくいなとか。楽しいじゃん、なんか楽しくないよ。3年前の話です僕からの声だと勘違いしたうちの母は、年老いた母は、そのまま300万を見に入金してしまいました。でもなんか笑い事じゃないでしょそれ。でも笑う必要ないじゃん別に。バラエティじゃないんだから。そうだけどなんかみんなにドーン寄りすればいいじゃん。やじゃん、なんかそれからメールによってはあいつだけは今でも許せません一生忘れないと思いますみたいな。ちょっとね、そういうメールが続々と来たな。それはちょっと危険だなって思って裏切りっていう言葉はちょっとなっていう話になったんですよね。そう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 。それで裏切りって言うとなんか不意をつかれるみたいな、うんね、でそれで、あ、そういえば意表をつかれた、なんか最近もうそろそろほらドラマが終わろうとしてるじゃないみんな、うん、次から次へと終わってさ、やっぱりドラマのエンディングってなんか最終回のラストシーンってさ、なんかいろいろ思うところあるじゃないやっぱりね、って思う時も人によってやっぱりね。あんまりさ、ラストシーンで感動したっていうのないと思わない、うん、感動のラストシーン、うん、そういうの覚えてないのかな。なんか納得がいかなかったのばっかり覚えてる気がする。映画だとそういうのはあると思うんだけど、うん、映画だとさ、映画とかあと舞台のお芝居とかだと全部がこう結果に向かって、うん、そのエンディングに向かって走っていくじゃないずっと。だけどテレビドラマってさ、毎回その1時間の中のやり方があるじゃない、うん、起承転結の作り方が。それで最後にへーみたいなことがあって、来週どうなるんだろうみたいなのを繰り返してこう引っ張っていくじゃない、うん、そういう面白さになるから、うん、結局なんか最終回のそのエンディングに向かっていってないというか、それでなんかいつも最終回取ってつけたようなので、ほら視聴者の意見とかでまた変わったりするじゃないですか。でそれでまたなんか最後がちょっとブレたりとかすると、みたいな、そういうことが多いんじゃないのかなと思って。だからさ、それを前に考えたんだけど、ドラマってそういう作り方をするじゃん、うん、だから今度ライブでさ、うん、曲を歌っててさ、うん、でお客さんの反応が悪いなと思うと、うん、ずっとラブソングを歌ってたんだけれども、ところがある日みたいになってこう事件を起こしていって彼女は死んだみたいになっていくと、みんなえぇ、ー、って歌の内容が変わっていくのそう、お客さんの反応を見てどんどん変えていくっていう。 そういう器用なことは日産ぐらいしかできないそうするとドラマみたいな盛り上がりするんじゃないかなと思って、その時の客層によって。あ、まあなんか曲をね、選曲とかは結構ね、その時の雰囲気によってとか変えたりする人多いじゃないですか。変えたりもするけど、でも実際ほら始めてみると、うん、なんかあ、意外とこういうのあんまりみんなちょっと退屈そうなのかなみたいな風な時には、じゃあちょっと歴史もの入れてみようかなみたいなほら前にさ、城山中さんが、うん、うちのお店でレゲエのイベントに出て、はい、人がほとんど日本ではレゲエのパイオニアみたいな、ね、もんですから、で今流行ってるレゲエとはちょっと違うんだけれども、うん、やっぱりそういう人たちにもそのジョーさんが持ってきてたオリジナルのレゲエっていうものを生で体感してもらいたいっていうんでイベントやって、うん、やっぱり不安じゃんなんか、うん、まあ、多分その音的には説得力はもう全然あるからみんなすげえって思ってくれるのは分かるんだけど、果たしてこのジョーさんの凄さとかそういうのが、その若い子がなんかイエーイジョーとかなんか言われたらジョーさんムッとしねえかなとかさ、いろいろ思うじゃないですか。だけどジョーさんがいろいろ歌ってて、ボブ・マーレーの曲をポンと一曲やったらみんなが若い子たちが大合唱になってね、あれはジョーさんも後でちょっとびっくりしたよって言ってたけど、嬉しかっただろうね、あれのね。あとそれからもう一個ジョーさんがびっくりしてたら、歌詞の中にガンジャの香りっていうのが出てきたら、うん、会場中がうわーって盛り上がっちゃってそこに食いつくないみたいなね、うん
どこにどういうふうに食いつくかっていうのを意外とやってみないと分かんないもんですから、そうですね、そういう反応にも意表をつかれたりします。そうそう、だからジョーさんもあの時にもうその時はもうずっともうなんか薬の話しかしないみたいな大麻とかマリファナみたいなそういう話ばっかりするとお客さんの食いつきが良かった。いやそういうやり方もあるんじゃないのかなってライブでふと思ったのね。今度川にそういうのやってみる。いやどうなんですかね。俺が言うから。何を殺せ彼氏を殺せ。歌の中で。そう、歌の中で。やだ。彼は行ってしまったみたいになって、帰るとなんかみんなって。いやなんか爆笑されそう。そして私の母までが行ってしまったのってこう。ちょっと。続々殺していったやな。やめてくださいよ。演技でもない。それでみんな号泣の中で終わるっていう。さようなら。号泣にならないと思うけど。そんなステージがいつかやってみたいななんて。それぜひ西さんでやっていただきたい。俺がやってもしゃあないやつ。まあそんな話からね、うん、今回もドラマいろいろ終わったけど何か見てたのある？いろいろ昨日やってたラストシンデレラとかも見てましたし、ラストシンデレラ、あのエンディングも最悪でしたね。なんで絶対私はいいと思うんだけど、でもすごい別れたみたいですね。やっぱりどっち派、まあ篠原さんがいて、三浦春馬さんと藤木直人さんとの3人がいてね、どっちとくっつくかっていうのがいろいろ言われてたんですけど、私はそういくべきだったと思います。ちゃうね、あれのだからその振りがさ、何がもう振りがいやらしくていやらしくて、もう振りが、もう俺途中で俺藤木くんの顔見られなかったもん。なんで？だってもう前振りでさ、その前の週にさほらなんか変なのに絡まれてさ、うん、暴力を振るわれそうになった彼女を藤木くんがこうやって体でこうやって彼女を守って、うん、それを三浦春馬がこうやって見てて、あ、僕じゃなくて彼が彼女を守るべきなんだなみたいなんで、うん、それでその場から去っていってさ、それでなんだかわざと篠原涼子さんにもあんたのことなんか好きじゃないんだよみたいな、もうなんか最後にくっつく準備が万端整ってるじゃないですか。いいじゃないですか。もうそれがだからなんていうの、その分かるじゃん、戦いでもさ、うん、優勢に押してるやつの方が次にやられるって思ってみない、こう流れがね。そう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 、確かにね。だからプロレスでもさ、うん、なんか悪役がさ、なんか相手を出血とかさせて「へえ!」とかやってるとみんな「わー!」って「キャー!」とか女の子も言うけど、でもそのうちそいつがめっちゃくちゃにやられるのみんな分かってるわけ。「おー!」っつってそっかそっか立ち上がってボコボコにされるっていうのは分かるわけでしょ、うん、そう思って見てるじゃん。だけどあれ悪役だからそうだけど、悪役がもし俺の友達だったらよ、よせよせ、そんなチェーンなんか使ったら後でまた倍返しになってくるでみたいな、ちょっとそっとしといた方がええってみたいな、うん、そういう気持ちになるでしょ。うん、だから藤木さんを俺は見ていられなかったそうというか見てたんですね。見てた、すっごい見てたいいの、なんかね、恋愛がねハッピーエンドになってもらえればもうなんかそれでいいって感じです。だからそう、俺最後やっぱり考えるじゃない、どうなるだろうって、うん、で前回のが終わった時にそういう終わり方したじゃん、そのラストシンデレラ、そう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 、うん、ってことはそうか、春馬くんに持ってかれるのか、そしたら藤木くんはあの男と同級生のあのマスターとくっつくのかなとかなんでだから、うん、ちょっと早いうちに、うん、飯島直子との線も作っておけばよかったんだよ。ああ、わかんないよ、そっちに行くかもしれないよっていうみたいなね、みたいなね。そんなにややこしくしなくていいと思う。シンプルじゃない、だって何を飯島直子と最後くっついたあの男最後の2回ぐらいで出てきやがって取ってつけたよいいじゃないですか
そうしたらなんか今出演してるメインの出演者で大体みんな丸く収まるのにさ、うんうん、なんかこうなんか納得いかないわ。藤木くんギター上手いのに関係ないよね全然関係ない。三浦春馬くんなんてだってもう筋肉つきすぎよちょっといいじゃないですか。わかるけれどもあの年のあの年齢でね、あのなんかあの舞台とかもやってね、あの競り合ってた相手がこういう子だとなんかそういう、そういう負けず嫌いというかね、なんか筋肉つけてガシッとこう舐められたくないみたいな、あんなあかんわ、もっともっと細マッチョじゃなきゃ。うーん、ゴリゴリじゃないですかあの人。いいじゃないですか。でね、全然ドラマを見てない人は何のこっちゃですよね。皆さんはどうでした、皆さんはなんか、あ、無認可の医者になる、雲の階段、あれもさ、あれ終わり方もあれもさ、刺されて死んで終わればよかったのよ、あれなんでなんであの海外に最後いた感じの、まあ、ちょっと逃げでしたね、あれずるいわ。海外はなしやん。なしですか。だってそうしたらなんかずっと頭の中に、うん、まあ、最後海外に逃げればいいやみたいなことを考えてたんじゃないかっていう気がしちゃうもん。うーん、そしたら全然追い詰められた感がないじゃん。西さん結構見てるんですよいろいろ言えるっていうことはすごいね。西さんちなみにコンクール何本見たの。いや俺はドラマなんか見ひんから、ね、きっとなんかここ数年ドラマなんか見てないからね。毎日見てたんじゃないの。全然見てないけど。だってドラマの話よく聞くよ。全然わかんないけど何のことかまあね、ドラマの結末はいろいろね、賛否両論だよ ね。だからやっぱりなんかもうちょっと原作がしっかりしたものでさ、うん、本当にそのエンディングに向かってこう、うん、話が進んでいくみたいな。健介さんありがとうございました。 ありがとうございました。そういうのを刑事130キロ、俺今140キロなんだよね。おっと、イシちゃん110キロってね書いてるけどあれだと、うん、刑事110キロ、あれあれ、星野真里さんがすごい良かったわね、刑事110キロはね。あ、もう見てるんじゃん見てるんじゃんやっぱり何でもさ、こうドラマの中でさ、そのドラマの定番のものとして、うん、必ずその見てる方がうおって思うような、奮い立たせるような、そういうものをやらせようとするじゃん、特にテレ朝。ん、例えば、うん、班長だとさ、うん、佐々木さんがさ、うん、出ていく時に必ずコートをシャシャーってこうバサーの上着とかをバサーってやってこう行くのが、はいはい、事件スタートの解決へのスタートになるじゃない。なんかそこから音楽変わるじゃん、テンポアップするじゃん。あ、それで、はいはいはい、今回の110キロの時にはほら、イシちゃんが飲み物のやつをこうやってクッククッククッククッって飲んでうーってやっていくんだけど。あ、そうだよく見てるねそれいるかってそんなことやってる間に置いていかれるような気がするんだけどね。あ、確かにね、そういうのって突っ込んじゃいけないんだってば、ドラマは。そうかな、うん、なんかそういう確かにこう水戸黄門が印籠を出す時とかさ、うん、なんかこう毎回お決まりのものでこうはまると気持ちいいってやつあるんだけど、うん、なんかそれを最初から狙ってやるものかしらねって思うのよね。やっぱりその人のキャラクターとかいろんなものが出てて、その中で自然な仕草でなんか毎回それが定番になるみたいなさ、そういうのが面白いと思うんだけどね。まあいろいろいろんな意見が終わりでしょうか。西さんの一番のやっぱり松下奈緒さんはああいうね、まっすぐな女性の役が合うわね。それも見てたのおかみさん、若おかみの話。あと椎名桔平さんがすごいやっぱりいつもいいわよね、あの人はね、脇にいる、ね、椎名桔平さん何に出てたの。
だかも京都行く。さすがに見てるんだね。え、これ毎週じゃない、毎週っていうか毎日じゃないのこれで。居酒屋の竹下恵子に全部っていうのも、あの竹下恵子さんがやっぱりあのほら、あの絶対こうキーになる人だなっていうのが分かって見ちゃうからね。あ、西さんはなんかもうこのキャストを見た時点でなんかいろいろそれもあるんだよね。そのあの3人がさ先にこうちょっとしたところでさ、うん、あの聞き込みとかしててさ、あの第一発見者はこの人ですみたいなので来ると、うん、その人がもうちょっとある程度の役者さんだとさ、うわこいつやって思っちゃうじゃん、なんかそういう見方つまんなくない。でほらなんか全然関係ないところで、うん、この殺された人のあの あちらが奥さんですねっつって、うーわめっちゃ売れてる子やと思うともうわこれ絶対絡んでくるわ思うじゃないですか。そうだね。え、間違われた男は見てた？間違われた男は超面白いよ、ね、見てる。最終回が見たって見たってしゃあない今見てるんだ。あれだけどあれなんかもうみんな結論分かってると思うのよ、最後が見てないから分かんないんだけど、結論がもうあれは逆に結論分かってて、でそれの見せ方がすごい上手だと思って、だからあれもさ、あの毎回いろんな事件がその場その場で解決しながらやっぱり最終回のラストに持っていかなきゃいけないじゃない、うん、そこに行くまでのこう謎解きみたいのがあるじゃないですか、うん、そういうのの引っ張り方見せ方、それがあの家族ゲームもすごい上手だ。家族ゲームも見てる。それもだんだんその一体今いくつ出てきたドラマ、あまさかこの人がこうで、あこうやってこうやって、あこれでこうなってたのかってこう最後でこう全部つながるみたいな、で最後の最後もどんでん返しがあるのやらないのやらみたいな、いいねで終わったんだよ。それがすごい、あうまいなと思ってね。あのちなみに、ね、アマちゃんは見てないんですよね。あもちろんだって俺はあの前のほら純と愛で見た時にもう見ないって決めたのね。そうヒロ俺はもうあのこの朝ドラ NHK の朝ドラもう見ないってフェイスブックでも宣言した人はもっといっぱいいたんだ。あの時は気づいたら一人ぼっちみたいな。そうなんだ。そしたらそう言ってた人たちが今みんなアマちゃん面白いジジジとか言ってんねみんな。何よお前ら仲間やったんちゃうかってでもなんかもう今更見られないっていうね。もうだいぶ話も進んじゃったしね。この間あの伊集院さんも同じこと言ってたんだけど、うんうん、なんかちょっと見たいってあのオンデマンドとかでも今見られるから、うん、あそうだよね、見たいって言えば見たいんだけど今から追いついてなんか見てその話とかをラジオですると、うん、あ後から見たんだって思われるのも尺じゃんみたいな。あ多分アマちゃんは見ないと思うけど。そうなんだ。あとなんだっけ、みんなエスパーだよ。みんなエスパーだよは見てる、ね、もう最高傑作やねあれね。あれ最高傑作やね。あのテレビ東京のさ、うん、あそこの枠は外れないね最近。深夜枠ドラマのモテキがあって、あはいはいモテキとか荒川アンダーザブリッジがあって、あちょっとなんか変わったようなドラマをやってるよね。そう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 。それで今やってるのがそれでしょ。なんだっけ、もうその辺のいつも面白いのよ。え、じゃあテイク5は、テイク5のもうこれもエンディングに行くまでにあの絵のね、あの絵の秘密がね、うん、いろんなその当時の8年前のその殺人事件とか、あの12年前かその殺人事件とかその刑事さんとの絡みとかがやっと最終回になると分かるのよね。うん、そこに向かっていくこう感じが、今日最終回かな確か、最終回。それでほらあのみんながさ、うん、泥棒同士だからさ、うん、なんていうの、これがもしもよ、うん、あの同じ野球チームみたいなのだったら、うん、なんか誰かが裏切ったらすごい嫌じゃん、なんかへえあの人裏切ったのみたいになるけど、うん、テイク5って全員泥棒やから、うん、誰が裏切っててもおかしくないやん。そうですね、基本は愛なんだけど、うん、あの特にほら、ゴロちゃんなんか、うん、あのなんか裏がありそう、きっちりしないと気が済まない性分なんでって言ってるゴロちゃんなんかいつ裏切ってもおかしくないオーラを出してるじゃないですか、うん、みんな怪しいもんね。みんな怪しいじゃん、ね、なんかそこがまたスリルあるわよね。え、じゃあ
福山さんのガリレオはガリレオはもう本当に柴崎コに帰ってきてほしいよねあのなんて言うんでしょうね、なんかね、うん、これはもう個人的な、はい、あくまで個人的な感じだけど、もう本当にあの吉高さんにはなんか、うん、前は、うん、ほら柴崎コに対して福山雅治がなんてひどいことを言うんでしょう、この科学化学オタクはみたいな感じがするじゃない。でそれで湯川教授の変態さじゃない、変人さ加減が際立つわけじゃない、うん、だけどなんか応援しちゃうもんね、応援しちゃう、湯川教授の方を帰りな帰りたまえっていうのを、うん、そうだ帰れ帰れって思っちゃうもんね一緒にね私渡辺一慶さんがちょっと好き、一慶さん面白いよね、あとね、で今またこれ天海祐希さんじゃない、最後最後ね、またちょっともうでもなんかだいぶ原作と違うとか言って、あそうね言われてますよね、原作と違うのみたい、なんか設定が変わっちゃったりとか、あそうなんだ、うん、あと何があったっけドラマって、そんなものじゃないですかあ、かすかな、かすかな、かすかな、あれはダメよ、あのね話としては十分幽霊っていうものをうまく使ってこう学校のいじめみたいなものをさ解決するっていうやり方とか手法はすごくいいのに、うん、あそこに恋愛が入る意味がわからんなんで幽霊を好きになるかね、まあドラマですから、それ必要、ドラマですからね、ラブストーリーあそこに必要わかんないけど、そりゃあんちゃんだったらさ、あんちゃんだからなんとなく、あんちゃんね、うん、なんとなくさ、あんちゃんと香取慎吾だからなんとなく成立してるけれども、うんね、幽霊よ、でしかもあれよ、うん、その副校長のを教えてたんだから、うん、副校長よりずっと上なわけでしょ、そうだね、年取んないからね、ものすごいババアでしょ幽霊年取んないからね、幽霊年取んないけど香取君はこれからどんどん年取るわけじゃん、そうだね、どんどん追い抜いて生きてる限りどんどんじじいになって、うん、バランスがずっとおかしくなるやんな、今が良ければいいんじゃない、今がいいなんて言ってるんだら幽霊と恋愛をせずに普通の人間との恋愛を楽しんだ方がよかやなかですかえ、じゃあ西さん、あと遺留捜査とかは、遺留捜査はもう今回西村さんが実にいい、西村さんが本当にその上川さんが止まんないですね、上川さんがポーッとしたキャラクターっていうのが前はなんとなくこう、うん、みんながなんとなくそれを認めてたもんだからこうなんとなく成り立ってたんだけど弱かったのね、ちょっとね、だけどそれを絶対に許さないっていうこう堅物の西村さんが来たことでなお際立ったね、うん、なおさらキャラクターが際立ったから、あとは見たの何ですか？だから俺はドラマなんか見ないって言ってんじゃん。一応なんか見たんじゃないかなっていうのを今言ってみたんですけど。見てないですドラマなんて。あ、空飛ぶ広報室とかは。柴田恭兵さんが途中でちょこちょこ危ないデカの時のキャラを入れてくんのよ。すごい。セクシーとかこういう入れてくんのよ。あ、そう。そう。今の恭平さんが。そう。前まで結構もう渋い役だったじゃない、うん、NHK のほら社長役だとかさ、うん、なんかいろんな大きい会社の大会社の社長役で殺される役だったり、南極ほら観測隊の隊長だったりとか。ああ、やってたやってた。割とこうダンディーななんていうの、一本気な不器用な男の、なんか渋い役になってきたじゃない。そこれがこうああいうコメディにも本気で年齢でのみ込む司教兵さんって素晴らしいわね。うーん、ちなみにダブルとかはダブル二人はさ俺一緒にしちゃいけないんじゃないかなと思うのよ結局ね、なんか同じなのキャラが、同じな二人ともまっすぐでなんか、うん、だどっちも同じような人なのよ。なんか伊藤さんと坂口さんだっけ、うん、坂口さん、あなんかどっちもだからなんか立たないのよ、なんかだからもっとなんていうの、デコボココンビみたいな、デコボコというかキャラクター付けがとかさ、うん、だけどなんかほらタイプも体型も顔もなんとなく似てるじゃん。そうですね、イケメンでね。そうなのよ、だからなんかね、なんかもったいない気がするの。これもう一人、どっちかのもう一人が、うん、もっとちょっとそういう絶対運動しないタイプのやつ運動
それこそほらあのマホロとかのさ、はい、マホロ瑛太さんと松田さん竜兵さんとかの、うん、ああいうコンビって同じぐらいの年齢だけど、うん、すごいキャラ違いでなんかそうですね全然違うキャラだね。お互いにこういろんなシーンでこう、うん、どっちかここのシーンではこいつがにすごく感情移入できるし、こっちの方がすごく面白くなるしっていうのができるじゃない、うん、あの二人でそういうのがなかなかできないのよね。なんかね、うん、2人になっちゃうのよ。どうしてもイケメンの男がイケメンでまっすぐな男が2人みたいなセットになっちゃうから、もうセットになるのはどうかなと思うんだよね。やっぱり噂の刑事トミーと松みたいにね、だから完全に違う2人であった方がいろんなシーンでもっと立つと思うのよ。西さんやばい、もうあと40分ぐらいしかないよああやばいやばい、いい加減にしなさいよあなた、人をちょくりやがっていやどんだけ見てんのかなと思って、他にもねいろいろ皆さんがねタイムラインに書いてくださってたんだけど、さすがにお天気お姉さんとかは見てない。あ、あれは2話見てやめたね。あでも見てるんだ2話は、うん、見たけど、あ一通りチェックする感じなんですか。最初は全部一応見るテレビっ子かっていうか仕事してくださいよ全然ウエストボックスに出てこないと思ったら家でドラマばっかり見てるんですか。仕事してるじゃないですかめちゃめちゃ仕事してるじゃないですか。ドラマばっかり見てるじゃないですか相当だってかかるよねこれ全部見るのってねいつ寝てんのっていうさあ今日のそろそろちゃんと本題に行かないと終わんないね。カオリに遊ばれすぎた西さんがすごくドラマを見ているんだなっていうことがよくわかりました。あ疲れた、ね、ドラマの記憶がすごいよね、評論家になっちゃえってあ、へのへのさん100枚お待たせしました。あおめでとうございます。私が見てたのはね、ガリレオと、うん、かすかな彼女と、うん、ラストシンデレラと、はいはいはい、雲の階段とテイク5以上かな、ね、うん、もうこれでももういっぱいいっぱいだったよ溜まっちゃって溜まっちゃって。 あれあの真夜中のパン屋さん見てなかった。見て真夜中のパン屋さん、あとあの妻はくのいちっていうのは見てなかった。見てない。ああ見てない、そう、まあいいやまだあるんだ。くのいちのね染五郎さんがすごい良かったのとねうん、あもういいか、まあ、まあいいよ、まあいいよ、本当にあの気になくなっちゃうはい、今日も数字3桁決めました、はい、決まってます。はい、でこれから出すお題、そうね、に皆さん答えていただいて、今日は意表をつかれただから、うん、あピカリンさんありがとうございます。ありがとうございました、はい、数字の0から9までの数字を何か一つツイートして、回答していただきます。でもしね何も思いつかない方は数字だけでも OK です。そう、海外ドラマがね面白いんだよね海外ドラマも見てんの海外ドラマはね、ただあのなんていうの、あのリアルタイムでは見なくても、うん、そのアーカイブ化されてるというか、それをずっと見ていくので、うん、海外ドラマ釣ってしまった。そう、昔からね海外ドラマ大好きなのよ俺。うん、昔はあのマイケル・ジェイ・フォックスのファミリータイズっていうのがあって、もうそれですっごいハマっちゃって、うん、じゃあね、はい、意表をつかれた、意表をつかれた話だったでしょ、うん、だからー昨日もさ夜中にずっと一人でこう制作作業やってて、はい、で電話が目の前にあるもんだから
あんまりこうなるべくあんまり夜中だと大体クラブの問い合わせとかが多いから、うん、あんまり出ないのね、うん、大体がなんか今やってないんですかみたいなお酒に酔っ払いながらの電話みたいな、そうなんです、そういうのが多くてなあんまり出ないんだけど、だから2回続けてかかってきたのよ、夜中に。そう、留守電2時か何時ぐらいだっけ、そんな時間にかかってくるんだ、うん、それで、まあ、これもクラブの問い合わせだろうなどで木曜日だからさ、うん、ないんだけどなと思いながらこうもう一回かかってきたんで、うん、ちょっと出ちゃったんだよね、時々出るんだよねそうやってね、うん、それで電話に出たらなんていつもはだいたいすいません今日クラブやってないんですかみたいな、うん、今日どんな感じっすかみたいなのが、うんうん、でどんな感じっていうのはつって何系っすかって、うんうん、とりあえず谷系嘘酔っ払い相手にそんなこと言ったことはないけどすごい言いたいのあ言いたいの我慢していや今日はクラブはないんですよみたいな、うん、あれやってないのボックスだよねつって、うん、普段は平日とかは大体ライブハウスでやってるんでつってそうなんだクラブじゃないんだクラブも週末にはやってるんですけどねなんて今日は週末じゃないんでねなんて、うん、なんて言いながらね、うん、おかわしてるんだけど大体昨日の夜中の電話をね、うん、さっきのさ俺あれ青鬼さんの妖怪ステッカーありますかっていうのも あれも意味がよく妖怪シールありますかだっけそうだっけあれもすっげえ笑ったんだけど、うん、唐突ですよね。ね、昨日のその電話はね、うん、なんかこれから3人で大丈夫ですかねって言われたのよいきなり、うんすみませんこれから3人で大丈夫ですかね言われて、うん、はいそれ聞き返すよねはい何でしょうって言ったら今から3人で行って休めますかねって休めますか休むどちらにおかけですかねってちょっとだけ今もうちょっと飲んじゃって電車もなくなっちゃったんでちょっと部屋が2つ3つあればいいなと思って今ホテルと間違えてんのあー今から番号を言いますのでリソルっていうホテルの番号そっちにかけてくださいって教えてあげて。あでもウエストボックスライブハウスじゃないですか、うん、結構違うすごいの来るでしょ間違い電話ありますね、ね、うん、だってなんかこれみんな結構信じてくんないんだけど本当に本当に一度、うん、はいはいウエストボックスですって言ったらすいませんなんか注文すんのミックスでL のやつでどうしてもボンバークォーターってやつお願いしますまずでなんて言ったんですか？すごい面白かったんだけど、うん、すいませんまず最初にお名前をお伺いしてよろしいですかってお名前とご連絡先いただいてよろしいでしょうかって言って、うん、すいません何で何とかっていう番号ですけれどもつって、うん、ではい宅配でピザの宅配でよろしいですかってあはいお願いしますってすいませんうちピザ屋じゃないんですなんでピザ屋に多分だからその人は中の履歴かなんかで間違えたのか、うん、みたいな感じだったのなんかそういうお店と間違えてかかってくることもあるし結構あるんだよね留守電に入ってたメッセージで、うん、どうも病院にかけた病院そうそうそうメッセージが残ってた時はさすがに困りました病院どういうのだったのなんか
なんか心療内科的な。本当？うん。ですかみたい な, なんか。お前のところに偽者がいるだろうみたいな。ガチャン。なんかいついつ伺いますみたいな、なんかそういう、そういうので、あ、それはちょっとやばいなと思って、うん、あの。で電話番号が残ってたから折り返し、あの違うんですよってかけたんだけど、ちょっとびっくりしますよね。ね、うん、動くよね。ちょっとえってこう聞き直しちゃうよ ね。あとこれ俺もついこの間留守電にさ、うん、今もの消しちゃったっけな、残ってたのがね2つ残ってたんだけど、うん、どっちも10分ぐらい、うん出て10分も、うん、あのね、前なんか仕事一緒になった人なのよ、うん、でなんかあれ仕事の中でなんかのことかなと思って留守電こうやって聞こうとしたら、ずっとなんか酒屋みたいな居酒屋みたいなところで、あーかかっちゃってるほんと大変だよねみたいな、そういうのってありますね、うん、すいません生4つみたいなのがずっと聞こえてってそれが2回かかってきてる、誰だよってそういうのあるよね。うん、そんな、はい、町田ウエストボックスにかかってきた、うん、意表をつかれた電話、はい、とはカオリンが電話に出たのよ。私が電話に出たの、はい、町田ウエストボックスですってカオリンが電話に出たら、はい、意表をつく、はい、電話だったんです、はい、さあどんな電話がかかってきたということで、スタート。皆さん数字の0から9までの何か1個、頭につけて回答をツイートしてください。お願いします。で、思いつかなかった時は数字だけでも大丈夫です。0から9までのね、1つを打っていただいて、うん、その後にスペースを空けて、お題の答えを。お題の答えが思い浮かばなければ、うん、数字だけ入れていただいても。はい、結構でございます。こちらではあらかじめ3桁の数字を用意しております。その3桁の数字に今カオリンが見てるね、はい、カオリンが見てるツイートサーチストリームの方で、はい、後ほど、はい、こちらの方で並んだ数字とこちらが用意した数字がぴったり合ったら、うん、その数字を打った3名の方にプレゼントを差し上げるということになっております。なんか携帯電話はなんかね、勝手にリダイヤルをしちゃったりとかさ、子供が一緒だと子供が、ね、おもちゃにしててかけちゃったとかさ、そういうことありますよね。ね、うん、もうね、この間大変だった、もう治ったんだけど、アドレスにさ、うん、メールアドレスのアドレスブックにその1個のメールアドレスのところをパッと開くと、いっぱいその俺の知り合いの人のメールアドレスがドワーッとなる。何それ、分からへん、何が起きたんですかそれ。なんかアドレスブックのエラー、シンクのエラー、怖い。でそれのせいでなんかあのメモリーが8ギガあるメモリーが、うん、ハッと見たら残り14メガとか、全然動かなくなっちゃってるの。怖い。怖かった。さあ、じゃあ紹介していきましょう。どっからだろう。どこからだ。うどんこ行きたい。次回がそうだね。次回はやっと俺安心して見られるわ。もしもし、俺俺。俺俺詐欺から始まるウエストボックスに、やだねそれ。これ西ザブフルザブ差し上げます、はい、クーポンが鳴ったら西ザブフルザブプレゼントです。それぞれ自己管理で数えていただいて、10枚単位で10枚貯まったよ、20枚貯まったよって申請していただくとプレゼント差し上げるという、はい、そうです。これまたそういう仕組みになっております。自己管理ですので、数字のチェックは自分でお願いします。寂しかったのね。町田火葬場ですか、これから一人いいですか。いいですか。町田火葬場って何よ。店の前で黒いベンツに、うん、2カップルはお釜掘ってベンツから出てきたのが小林健太だった時はビビった。いい子いる、いい子おる。テレキの修理工場ですよね。キャバ嬢に甘えながら口説いてるお父さんから結婚してください。サンタから電話。オプションは何がありますか。なんだなんだ、これも考えさせられる。なんだろうね。タクシーの配車。兄は父です。伊達石学園の最寄り駅はどこになりますか。伊達石学園の入試はいつですか。伊達石学園ですか。攻めてくるね。人恋しくてそんなやつは知らん。熊もいますか。町田署からの電話。
かかってきますからね、時々で、ね、この間も大変でした、ガラス割れた時は。小動物園はこちらですね、ゾウ1頭お願いします。どこだよすごい1頭ってアフリカどうすかインドどうすか乗っちゃいたくなるよね、インドで返しあながち間違いない。ボックスの意味って何っていう素朴な質問。あ、声っていう意味なんですよね、ボックスっていうのはね、オレオレ詐欺の電話、さっきあったね、一番最初ね、うん、FBI から、ああ引っ越しはこちらでよかったですかね、かおりちゃん今年もセミさんが来てますよ。これ誰が教えてくれるんだろう。教えてくれるんだろう。ちょっとでもびっくりするね。こんなことを電話で言われたら。かおりちゃんって言われた時点でビビるよね。ちょっとね、うん、言われた時点でびっくりする。俺白馬の王子。これもうみんなかおりに騙そうとしてる。そっか。電話になってきたね。へのへのさんのお宅ですか。もしもしパパですよ。りょうさんのお宅ですか。誰りょうさんって。青鬼さんのお宅ですか。松山亮さんと青鬼さんの戦いか。市長ですが、あの大きな人は何だね。ガラスのデスラス、ガミラスのデスラス等から。会いたかったよ、ヤマトの諸君。お母さん助けて、同窓会やるよ。私の墓の前で泣かないでもらえますか。これも霊関係かな。まっちゃんよ。まっちゃんよ。気づけよ。神奈川土建だよね。あ、神奈川土建だよね。おうおう、まっちゃんよ。そこだけピックアップされてもわかんない。さすが坂さん。ここはどこですか。総長一人お願いします。救急車一台。まるまるちゃん指名でお願いします。電話切れよ。アメリカだと間違えてもかけた方が怒るって知ってる。ああ、なんか聞いたことある。あれもおかしな話だね。普通かけられた方がね、ね、怒るのはあるけど、セットとか言って切られるんだよなんか。うん、じゃ あと1分です。今日の運動会雨天のため中止です。思いつかずに数字だけ。いつ来るの？今でしょ。肉食いながら痩せるダイエット教室はこちらですか？ご当選おめでとうございます。こ, れ、ね、こういうのあるよね。私よ、マリリンモンローよ。いつ寝てるんですか？でテレビの受信状況を聞かせてください。宇野大会はここですね。もしもしさっちゃんいますか。30秒前デブ3人前でお願いします。何それ、何の出前なんだろうこれ。 A カップブラの宅配ですけど無言で切るよね。顔に JAXA からコウノトリ4号に乗せるので体重を教えてください。火事ですぐに来てください。トイレ行きたいんですけど遅刻した。こんばんは、真上さん。もしもし株券いりませんか。相模総裁はこちらでよろしかったでしょうか。3レンタカーをどこに止めいいかの電話終了。ツイート終了です。さっきの件だけどさ、5000万でどう。お呼びでない、これまた失礼しました。熱38度で出たので休ませてください。待ってるわよ。スコップください。西さんの声でウエストボックスですかという素直な素直な。そう、まだシャッター開かないんですか。これリアルにありそう、ね、リアルだね。ごめんね坂さん。マスカルポーレチーズとバターと小麦粉とケーキ屋さんの材料。あ、すいません、坂さん来てますか。坂さん来てますかって、ね、マンション経営はいかがですか。すいません、お宅の屋根の瓦の件なんですが。瓦なんて使ってない。福岡さんお願いします。あなたは神を信じますか。素敵な天使がいるというのは本当ですか。ファックスですけど下田ですか。ミニキャンパーいる。そんな売り方しないです。モデル事務所香里さんをオファーしたいんですが。結構小さい事務所でさ、うん、個人撮影みたいのを要求してくる人いるらしいよね。ちょっと怖いよ ね。個人撮影、そう、撮影会的なものをやらせてくださいみたいな。あ、へえ。それを場所がカラオケボックスとかで、ね、ああそういうところで。でほらマネージャーとかもついていかないじゃない、そういう小さいところだと。うーん、怖いわよね。そうだ ね。今週のおすすめのドラマは今どこ。ドラマばかり見ている社長がいるのはここですか。そうです。俺はドラマ見てへんちゅうね。何を言い張ってる。
沖田社長さん、私、社長さん、私、ふるさと3人前お願いします。この度この地域に光回線を引くことになりましたこういうやつ、こういうやつ、ひどい目にあったの。無事ね、引けてよかったよ ね、お店。こんばんは、私リカちゃん、トマトピザ届けに来ました。チェロキーの払い先があると聞いたんですが、ウリヤさんのお宅ですか？誰校舎の裏に怖い、全部君のせいだよオリオンだんだけど電話あなたが落としたのは金のベンツのキーですか？電話には電話、終了、おしまい、いける。風呂は入れますか？耳かゆい。金製品はありませんか？江沢さんが終了。あ、すごいですね、終了が、ね。あ、ヨアイちゃん、先週お誕生日だった。おめでとうございます。そんな方にはフルザブを、フルザブはね、自動的に誕生日近辺の人に差し上げることそうです。ですよ、ぜひあのお誕生日が近い方、ぜひ申告してください。さて、じゃあ、さあ、じゃあ数字のチェックをしていただきましょう。あ、時間が経つの早いの、早いね、喋りすぎだよねドラマの話がね。ね、そうです、お誕生日だとふるさとが確実に、だ年に1枚は必ずもらえるっていうね。そうです、そういう仕組みになってる。だあんまり遠いとこないですよ。じゃああなたは来週ねみたいなだから来週も来てねみたいなあ、さっきそういえばアセロラさんが西ザブ50枚って、あ、じゃ350枚、アセロラさんが50枚のわけないじゃん350枚って、350枚か、了解しました。400枚とかになったらどうするよ。もうそろそろ準備した方がいいんじゃないですか。ね、半分いっちゃってんだもんね。いやでもよく俺も350枚の人に出しちゃうよね、うん、出さなきゃいいのにね結構出すよね、西さん。うまく、なんかその辺をコントロールできないの、やっぱり。だって面白いものは面白いじゃん。そうだね、ドラマの話になると再現がないって言われてるよカオリンが。私が私は振っただけですよ、西さんが楽しそうだったからあとあれがもったいなかったね、なんだっけ、ヒーローのやつ、ヒーローのやつ、佐藤何さんのやつだっけ、まだ最終回じゃないんだけど、ヒーローのやつ、すごくいいキャスティングだから、で楽しい、あのなんかヒーローものだっていうからちょっと楽しみにして見てたんだけど、うん、あんまり、あ、そうだった、デタラメなヒーローだっけ、なんだっけ、あ、デタラメヒーローだっけか、なんか聞いたことあるかも。なんで今このご時世で佐藤蛾次郎主演のドラマを作んなきゃいけないのあ、佐藤さんね、ルーキーズとかに出てた、それで相手役もそのよく共演する人とかでさ、うん、いい組み合わせだったのよ。あ、夜中にやってるんだ、そっちだと。西さんでもチェックしてんね。え、何が一番面白かったですか？なんでしょう、なんでしょうね、みんなエスパーだよがまずダントツの1位で、はあ、2位が飯花デカ立花、おー、すごいね、話題になってたよね、西ラジのトークでもね、うん、その次にテイク5かな。あ、
結構上に来るんだテイク5。終わってないからねまだね。あ、そうですよ、終わってないよ。なんだっけ、あとあれ、そうそうそう、真夜中のパン屋さんもちょっと面白かったんだけどね。それは誰が出てるんですか。タッキー、滝沢くん、うん、が出てた。うーん、え、全然知らなかった。それ NHK とかですか。 NHK だっけね。お待たせしました。あ、チェックが終わりましたね。それでは、あ、あの確証は見てたんじゃないですか。確証見てたよもう一個増えた。いやー、まだ確信がないんだよなって言ってね。あれの泉谷さんが良かったんだ。じゃあ発表しましょうか振っちゃいけない、振っちゃいけない。ついつい今そういえばこれもあったなってモカタッチさんが書いてくれたからさ。あの泉谷さんは良かったね。はい、いきますよ。人情味が溢れるプロの、はい、発表しますよもうあとほら10分しかない。本当だね、うん、それでは古谷選手から発表です。あ、まだ一発で当たったりするでしょうか。残念、なかったです。なかったですか。そうね、はい、次は今のちょっとお題が難しかったっていう話もあったんで、うん、そうね。じゃあそうだな、みんなが じゃあね、ドラマのエンディング、あ、エンディングじゃあれだな、じゃあみんな伊達市学園のラストを考えて。何それもう。はい、もうじゃあ、はい、やるよ。ちょっとやるよ。はい、じゃあ伊達市学園のラストは。おかおりも急いでるから。巻きだから、巻きだから。いつもだったらそれやめましょうよとか言いそうなのに。いやもう、はい、やるよ。なんかいいの、香りが出てるの、その伊達市学園っていうの。私出てるんだ、ね、はい、その最後ラストシーンスタート。ラストシーンはどんな感じでしょうでしょうか。ふるさとの M48 セミがドアノブについているんで終わる。みんなでラーメン食いに行く。なんか楽しげだね。ね、西さんに潰される、コウモリに包まれる。コウモリに包まれる、ちょっとなんかそれっぽくない？ね、あってもおかしくないよね。なんか、あとこれもカオリン以外全員死亡。お前やんって話なんだ。私がなんか犯人なのか。西さんの顔のドアップで終わる。西さんが激痩せして終わる。焼肉屋で乾杯。町田破壊。チョコレートパフェを食べながら終わる。ウの世界選手権。それは夕日に向かって走る。あ、これ定番だね。青春って感じだね。打天使だと思いきやペテン使だった。嫌いじゃないです。レディースの総長になったカオリンがどうするんだろう。地球が割れる。すごいね。夕日に向かって走る。あ、出たね。ね、カオリンパパが出てきておしまい。いけるという。それやめてほしいな。そこで出てきてほしくないな、お父さん。お父さんやってくれるかな。いや、やってくれない。刺されて死ぬ。こういうのはね、最後に「えっ!?」って頭がズキッてする。何それ。あのジンのラストでさ、最初のラストでさ、あ、ジンね、あの大ブーイング受けたエンディング、あんなに内容面白かったのに、刺されて死ぬ、カップラーメンのスープをこぼす、伊達市学園でラスボスのあけぼのと戦う。あけぼのラスボスだったの。ちょっとぽいね、でもね、飛行機に乗ってフェードアウト。海に向かってバカ野郎って叫ぶ。産んだばかりの温泉卵のアップ。ちょっと
カオリンが産んだ温泉卵をね、産まないからほっこりしたやつをねみんなでうろ大会、コウモリに乗って去る。あ、小さいコウモリ大きくなったら恐竜になっちゃうから ねよし、あと 1分です。皆殺し、演歌歌手になっていたなりそうだよ、でもそういうのあってもおかしくないよ。カオリンが卵に戻るどういう話そうで、怪我と弁当はてめえ持ちだぞで終わる親方ロシア入ってないですか引っ張りすぎてたわカオリンだけまだプールで泳いでるなんだろう、これ見たね、青鬼さん泳いでない、泳いでない、見たね、泳いでないよ。プール出てくるもんね、確かね、プール出てくるけど私制服着てた。カオリンのワンマンコンサートとなる。日本沈没、レディースの総長になったカオリンが少年院へ連行されるシーンでエンディング。これも感動的だね、感動的か、眠りなさいつって甘さになっていた。チェロキーを見て泣くカオリンのアップで終わる。仲良く卒業、ハッピーエンド。ウクレレを弾きながら去るバイクに乗って海へ飛び込む終了、ツイート終了。じゃあカオリンチェックお願いね。カオリンが本物の天使になって終わる。あ、最後疲れたよパトラッシュって言いながらふわーってパトラッシュダフンだと言って終わるこれ好きやな。温泉の入浴シーンで終わる。本日は何回噛みました。鎌倉の大仏さんが突然立ち上がって破壊の限りを作る、すごいのになってくるんだね。ランボーと相打ちになるバイオレンスね、みんな埋められるラストは C さんとの一騎打ち、縁側でお茶をすすっておしまい、真っ白な灰になる。あ、美しいね、熱々おでんの早食い伊達西さんが転んだってウエストボックスでウエストボックスで穴に落ちる青鬼さんが乱入、埋められる、全員死亡、フルザブに埋もれて終わる。温泉卵だと思ったらピータンだった。白鳥になやだ、ね、白鳥になって飛んでって終わり。全員でインスタ動画を撮る。カメラが引くと舞台になって団長が降りる。あ、結構どんでん返しで終わる、夢だった的なのとか ね、 あ、 そうね、ああいう終わり方が一番腹立つよね確かに。インコがカオリンと言って終わる。青鬼さん登場、青鬼さんと亮さんが対決しちゃうC さんに埋められる。モデル撮影会で終わった。山ほどのトマトを食べるカオリン、カオリンの結婚式で終了。三味川が氾濫、葵の印籠を出す、バスに置いていかれる。今日はカレーだった。花びらの桜の花びらの中でカオリンが歩いていく。暁の出撃、実は学校法人ではなかった。ここで終了、方面祝い。チェックしてます、うん、行使したメロンを冷凍庫で発見天水さん、このなんか記憶力の良さでいいよね、今それを出されるぞっていうね、ちょっと笑っちゃうね。引き出しの深さがあるよね。ダイブした客に北斗百裂拳あ、息子さんフルザブ30枚になりましたって。おー、はい、ここね。他にも出てるかな。夢落ちはいけませんね。山作戦夫婦の漫才でフェードアウト、代わりに釘を刺される。昔見に行ったので、ポール・マッカートニーがヤー・ブロードストリートって映画を作ってさ、それがね、その中でね、多分2回か3回夢落ちが出てくるのよ。でしかもまた最後夢落ちて、それで終わって、さすがに日本のおとなしいお客さんもブーイングがね、もう向こうだとほらブーとかってなるじゃない、うん、だけどもう会場中からおい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 みたいなあれは新鮮だったわ。お待たせしました。音楽はねすごくいいんです。スティーブ・ルカサーとかも参加してて、チェックいたします。機会があったらサントラを聴きつつ、ぜひ映画も見られると思うんで、ポール・マッカートニーのヤー・ブロードストリートって映画見てください。リンゴスターも出てる。さあ
数字のチェック終わりましたか。終わりました。それではフリア先生から発表です。大抵2回目で揃うというパターンが一番多いんでね。さあどうでしょうか。やだ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 。なかったです。残念。最後にじゃあロスタイムいきますか。最後いいか。えいいか。せっかく当たらなかったからいいんじゃない。せっかくって当たんないね。当たらない時は当たらないんだよね。ねえ、だってこれでロスタイムやって当たっちゃうとさ、またカオリンが数字を選ぶと当たるっていうことになるんだよ。またそっか、そのジンクス嫌じゃない。まあそんな日もありますなっていうことです ね。 ね、うまきちさんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。もう終わっちゃうんですけど、みんないいよって言ってくる。優しいね。優しいね。優しいね、うん、そんな風に言われるとなんか今日はね、巻いて巻いての日だったね。あ、巻いて巻いてって、うん、ヒント出してくださっても大丈夫ですよって。え、ヒント1分だけやろうか。1分やりますか。よーい、どこから。こっちの12てっぺんから1分間。じゃあもう本当のラスト、うん、20秒前です。なんかヒント、え、いいの私から出して。ヒントね、4321シュー、あ、シュー。早い。スタートスタート終了じゃなかった。はい、1分間です。3桁の数字、0から9までの数字を入れてください。じゃあヒント言いましょう。3つの3桁のこの数字を足すと、はい、17。そういうヒントだって。これ絞られるよ。ちょっとそうだね、絞られるか。さあ、あと10秒です。足して17だってさ。5、4、3、2、1終了。終了。流れが止まるまで。あぶねえ。お？あぶねえ。おお。あぶねえ。おお。終わりかな。終わったかね。終了出ましたね。ね、終わり出ました。ザカさんのこれが一番わかりやすいね。終わり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 。今日は残念でしたね。残念でしたね。危なかったね今最後ね。一瞬ね。ね。ということでじゃあ数字の発表いきますか。今日の数字発表しましょう。今日の数字はこちら。こちらでした。見えるかな。9、8、0でした。また3はなしなしでした。残念。さっき98まで ね来てたからね。98来たからちょっと怖かったよね。おってなったんですけど、いや危ない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 。足して17って全然ヒントになっなんてないんじゃない。ね、0は打ったけどなっていう人多いね。ね、でもほら何か一つ決め打ちを、うん、してたとしたら、その人は例えば0を俺打ってたのにっていう人は、うん、17っていうと、うん、
数字は絞られる。そっか。そんなことない。そっか。まあよくわかんないけどいっか。ネタしたら10になるでしょ。さあ、そういうわけで今週も、はい、今日は短めでしたが最後までお付き合いありがとうございます。こんな短めの時になんかしょうもないドラマの話いっぱいしてすいません。まあ西さんがいっぱいドラマ見てるなっていうことが分かりました。ねえね。まだ他にも見てるような気がするんだけど。本当ちょっと数えてほしいくらいに、数えて後で報告してください。結構ね、 2、3回でやめちゃうやつとか多くて、うん、最初からなんかこれはいいやって思うやつとかもある。そっか、うん、まあ、最後まで見るのはだからだいぶ絞られてきてるんだけどね、それでもこんだけ見てるっていう。さあ、金曜ハミングはまた来週で、はい、今度月曜日ミュージックボックスの公開収録があります。はい、山作戦さんと私古谷香織の会です、はい、日本文を取らせていただきます。はい、24日の月曜日夕方6時から、よかったらまた町田ウエストボックスへお越しください。お待ちしております。ユーストでもぜひご覧になってください。よろしくお願いします。今日はこの後はまず9時半から、はい、9時からはモータースポ観戦塾だね、はい、モータースポ続きの方ぜひご覧いただければ貴重なインタビューとかもありますから。それで9時半には、ロータス北原のクレイジーナイト、はい、略してクレナイっていうやつが、はい、ありますね。ヘビーメタ好きの人はぜひ、うん、スーパーギタリスト北原さんがやっていますのでぜひ聴いていただいて、そして10時からの天然娘、ね、ミュージコさん、ミュージコちゃん、ミュージックボックスです。ね、そちらの方ぜひ。裏マッペちゃんが出ているんですけど、え、今なんかやってんの。あ、そうなんだ。そっか、じゃあちょっと割ろう割ろう割ろう。今度でもマッペのあれも来週じゃなかったっけ、ダイブイントゥユーストリーム。あ、そうですね、来週の木曜日です。木曜日かな、はい、それもございますので、あとマッペのね、あちこちツアー行こうとしてるので、いろんなところで地方の方もぜひ斉藤真理に会いに来てやってください。うん、え、マッペちゃんと大和直子ちゃん出て終わった感じが、あ、もう出番終わっちゃった感じなのかな。あ、そう、イベントに出てたんだね。そっかそっかそっか、うん、ということでこの後10時からの、今日もまたミュージコちゃん面白いですよ、話が本当に。あの人は普通の話してもなんであんま面白いんだろうね。とっても充実したお話が聞けますので、ぜひ聞いてください。それでは今日も長い時間の、はい、お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。あ、今も70名近い方が見てくださってありがとうございます。それではまた来週、はい、ユーストハミングはここの辺でお別れ、また来週は、早い方は月曜日に、ね、また来週は来週はゆっくりできる日だと思いますので、またのんびりとたっぷりドラマを語りたいともういいね思います。ここまでの相手は西健二と古谷香織でした。おやすみなさい。また来週、さよなら。素敵な週末を。夜空を待った
そか